好きです。イネさんこと大丸さくら子です。よろしくお願いします。わっしゃい、わっしゃい、わっしゃい。ということで、AFC アンダー23アジアカップ決勝戦ということで、大きくないですか？今日は決勝戦のウズベキスタン対サウジアラビアの試合を同時視聴していきたいと思います。よろしくお願いします。こんばるー。りょうさん、こんばる、待機ありがとうございます。村はてなさん、待機ありがとう。マータスさん、タケル対天心、天心強かった。あ、ね、そう、アベマさんでやってるやつですね。もう一番今日ホットな試合でしょう、おそらく。ヨッピーさん、こんまるです。決勝待機、待機。アベベさん、こんまるいらっしゃい。ヨシカズさん、こんまるです。よろしくお願いします。ということで、まもなくキックオフですね。やっぱウズベキスタンじゃない？いや、どうだろうな。ウズベキスタンじゃない？強さ、強さは、と思ってますけど、ま、その、サウジがね、決勝に進んでた、がどうなってたか？あ、ちゃちゃちゃ、ウズベキスタン、どうだ、どうだ、どういうことだか。いや、ウズベキスタンじゃない？で、ウズベキスタンが勝って、実質2位だったねっつって。3位決定戦で3位になったけど、サウジにも引き分けてるし、実質2位だったねって思いたい。こんまるー。酔っ払ってます、酔っ払ってます。吉本さんいらっしゃい。酔っ払ってこう。こんまる、どんまえみさんいらっしゃい。うん。こんまる、こんまる、北原さんいらっしゃい。うちゃさんいらっしゃい。よろしくお願いしまーす。決勝、決勝、決勝。2、1。すごい、カウントダウンだ。キックオフ。うわ、満員だ。この空気、この空気。すごい、ウズベキスタンのホーム、満員だ。こんな中でね、やってほしかったんですよね。日本代表にも。ね、準決勝は、ウズベキスタンのサポーターは会場入れなくて、日本のサポーター上限500名のね、会場でしたけど、パンパン入ってたらこんな雰囲気だったってことね。そう、日本に来てほしかったですが。さあ、試合は、おっと、左から右に攻めますホームのウズベキスタン、青いユニフォーム、右から左に攻めます白と緑のユニフォーム、サウジアラビアですね。キーパーのフィードが思いっきり味方にぶつかってましたけどね。羨ましい光景、確かに。こんまるパンさんいらっしゃい。ヘッドコーチ、サウジアラビアの監督が映っております。さあ、イボール取ったサウジ、縦パス、ドリブル、抜けない。ズベキスタン左サイドカットして、ここ笛が鳴りそうです。ファール。ウズベキスタン17番の選手、ファールを誘い、マイボール、うまいね。コルマトブさんかな、今の。さあ、キーパーまで、おっと、ファールない。キーパーまで戻して、ウズベキスタンのビルドアップというところでしたが、サウジアラビアの、アイアンヤフヤの、プレッシャーで、ちょっと接触がありました。まあ、ボールには行ってたので、笛はないということですね。こんまるし始まった。早まったんかな？本当は25時からだったっけ？ケンジケンジさんいらっしゃい。
あ、セミファイナルの話してる？パキスタンとの話の話っていうか。さあ、ボール外に出まして、サウジのスローイン、高い位置、一旦後ろに戻します。まあ、サウジアラビアがね、ボールを持つと、左サイドにサイドチェンジ、ブーイングがありますが、コーナーキック、サウジアラビアがコーナーキックを獲得しました、左サイドから。アルガンビの仕掛け。さあ、セットプレイですよ。コーナーキック。ファーサイドを、流れてっちゃった。もったいない。誰も触れませんでしたね。ゴールキックになります、ウズベキスタン。ここのスタジアムなんか芝生がポコポコしてるんだよな。試合がいっぱいやってて、芝休ませる期間がなかったから。いいと思いますけど、ウズベキスタンは、キーパーからのフィードで、高い位置、丁寧にパスをつなげてサイドチェンジ。後ろに戻します。最終ラインまで。キーパーまでボールが戻ってきました。サウジアラビアはライン下げないね。ポコポコしてるよな。いいですね。さあ、スローイン。中途半端なボール。おっと !19 番の選手が痛そうにしてます。ウズベキスタン。ノーチャエフ。後ろから足首ね。5番サウジアラビアの5番の選手がボールに行って下ろしてきた、ボール蹴って高い位置で蹴って下ろした足がちょうどね、足首に当たっちゃって痛かったんですね。踏みに行ったんじゃなくて、こう下ろした足がね、下ろした先に足首あったって感じですね。ちょっと不運な感じですけども。さあ、倒れてたノルチャエフはピッチに戻ってます。おいしょい。さあ、ブロック入りまして。サウジのスローインから逆サイド。ウズベキスタンが人数かけてボールを奪います。いいパス。左サイド、ちょっと顔に手が当たったかな。笛が吹かれて、まあ、後半戦だったらカード出るかなぐらいの感じありましたけども、ちょっと7番のね、ウズベキスタンの7番の選手が、顔と首ね、言ってますね。相手、で、主審からちょっと注意を受けて、会場はウェーブが始まってます。ウズベキスタンウェーブが始まってますね。さあ、
リプレイ開けて、ウズベキスタンボール。10番キャプテン。さあ、17番の選手、左スペースにボールを送りました。いいですよ。クロス上がりそうか？あ、いいブロックだ。素晴らしい。サウジアラビア。いい守備。盛り上がってんね。こんまる、デスコさんいらっしゃい。ウェーブでもなんか最近見るのはあれかな。代表戦見てるからかな。ドゥンドゥンチャ、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 ドゥンドゥンチャ。やっぱチーム、何あの、リーグ戦とかだと、ホームアウェイ分かれてるし、応援の形決まってるから、ウェーブとかないけど、代表戦ってウェーブ起きたりするよね。こう、お祭りっぽさあるから。さあ、中盤の混戦したところからボールを抜け出したのはサウジアラビア。右サイド、縦にボロクル、横ドリブルからサイドチェンジ、左11番の選手、クロス、手が当たったっぽさもあるけどな。さあ、ハンドはございません。クリアボールを頭で落としに行く。後ろに戻して、サイドを変えていきます。サウジアラビア。会場からはブーイング。さあもう一度、左サイド。縦に長いボールだ。5番、ハッサン。これは裏抜け合いませんでした。実況褒められてありがとうございます。ちょっとね、今日は日本語の実況解説入ってないっぽいので、なんか、できるだけ興味ある人には伝わればいいなと思って。まあ、名前がね、ちょっと、馴染みがなくて、カタカナ表記もないので、桜子が見てるやつは、番号で呼ばせていただきます。のじゃろりちゃんだけわかるかな？のじゃろりちゃん。でも、のじゃろりちゃん出てないのでは？ウズベキスタン。のじゃろりちゃんベンチか。あ、出てるか、10番か。うん。のじゃろりちゃんって呼びすぎてて、本当の名前本当の名前を見つけられなかった。うん。ジャロリ・リノブ。ジャロリ・リノブくんっていう。のじゃろりちゃん出てるね。ジャロリ・リノブくんっていう、あの、ウズベキスタンの10番の選手ですね。めちゃくちゃ上手いんですけど、なんか、ジャロリ・リノブがなんか、のじゃろりみたいだねって言ってから、のじゃろりちゃんって呼んでます。うん。ジャロリ・リノフ。サウジまだ0失点。そういうことか。決勝戦も失点しなければ、大会通して0失点ってこと？すごいなぁ、それは。あ、いいですよ、深いところ。ハンドを主張してますが、笛は吹かれておりません。クリアボール。さあ、空中戦。落として、ウズベキスタンボール、左サイド。ドリブルで運んで、7番の選手、相手に、17番の選手、相手に当ててスローインにしました。うん。さあ、ウズベキスタンスローイン。深いところ、届ける、
さあファールを、これはいい位置で獲得。ほとんどコーナーキック付近ではありますが、フリーキック。のじゃろりで慣れてしまってるから、じゃろりディノフがから解明してほしい。あっちが解明してほしい。あ、これは反応ならへんな。ちょっとね、ウズベキスタンの選手がハンドを主張してたシーンですけれども、リプレイ見たら倒れていってる時に肘に当たってるっていう感じなので、ハンドにはならない事案かな。ということでフリーキックです。ノジャロリちゃんと17番の選手セットしてますね。そう、ちょっとノジャロリちゃん、低い位置入れてくるニアサイド。クリア、大きくクリア。さあ、セカンドボリアウズベキスタン。3番の選手、ノジャロリちゃんに預ける。スローインになりましたね。あ、17番か、あの子。そう、なんか、サブメンバーもいつもだったら画面に出してるんですけど、もう誰もわからへんなと思って、今日はベンチメンバーは画面に出してないですね。一応ね、フォーメーションとかも気になるから、スタメンは表示してますけどね。まもなく前半の15分です。0対0。ボールはサウジアラビア。高い位置のウズベキスタンのプレッシャーが効いている。で、ちょっと、ラインを割りまして、スローインになってます。ウズベキスタン、スローインもいいんだよな、両サイド。うまい、ほら、うまいわ。取られちゃったけど。ボールのパス数が出ています。ウズベキスタン58、サウジアラビアは49。ポゼッションも、まあ、ほぼ 50-50 だと思いますけど、ウズベキスタンのがちょっと高いのかな。うわー、キーパーからのロングフィードが繋がっている。うまい。繋げきれませんでしたけども、素晴らしい。実況日本じゃないか。そうなんですよ。今日ね、実況が、日本語実況がないみたい。多分ね、決勝戦行ってたらついてたんだろうけどね。さあ、いいですよ。いい位置で奪って、ウズベキスタン、左サイド展開していく。ここにノジャロリちゃん。オフサイドのフラッグが上がっておりました。7番の選手か。この、角刈りの人ですね。オフか、ギリだな。オンに見えるな。うん。言い抜け出しでしたね、この角刈りのお兄さんは。さあ、オフサイドからサウジアラビアのボールです。キーパーまで戻す。中盤の選手を使っていくが、しかし、ウズベキスタンボールになりそうなところでファールになりました。スローイン、ちょい揉めがありますね。ボールの奪い合い。そこのサウジアラビアのフォワード7番の選手はちょっとジャッジに納得がいっていないという感じでしたね。まあ、ボールに行ってるようにも見えたので、確かに主審の目の前だったんでね、覆りませんが。ということで、ノジャロリちゃんのフリーキック、ファーサイド
クリアされたボールはセカンドボールウズベキスタンですが、ちょっとパスミスになってしまった。うん。で、大きくクリアされて、ウズベキスタンキーパーまでボール戻ってまいりました。右サイド、これも裏に抜けるスペースへの長いボール。ウズベキスタン9番の選手は追いかけることができませんでした。サウジボール。うん。さあ、これはつながるか。キーパー前に出ている。ゴールは空いている。キーパーと競っているけども、ボールがラインを割りまして、スローインに変わりました。さあ、キーパーはボール前に戻っております。サウジアラビア高い位置でのスローイン。ロングスローがありそうな感じ。ない。なかった。さあ、中入れてくる。キーパーキャッチと。中2枚ありましたが、早い段階でクロス上げてきたけど、キーパーキャッチ。キーパーちょっとね、もう、ウズベキスタン、あーっと、長い笛、カードもあるか、危険なプレイでした。ノジャロリちゃんが、主審に、言い訳しに、あ、わからん、なんだ？ちょっとわかりませんね。そんなに危ないプレイではありませんでした。先ほどのキーパーが高い位置まで出てきてたシーンのリプレイが流れております。ウズベキスタンはすごい、ラインがめちゃくちゃ高いから、キーパーがディフェンダーの一人みたいな、役割をしようとしてんのかな。20分になりました。0対0です。サウジアラビアのボールが前線につながらず、そのまま流れていってウズベキスタンのゴールキックになってます。サウジの5番がいい選手、ゴミスとかジョビンコが褒めてた選手、ゴミス、ジョビンコ、5番のセンターバックの選手ですね。確かに。体格がまずいいよな。あ、いいよ、取ったよ。低いボール。さあ、セカンド取れるか、ウズベキスタン。狭いところ、囲われている。さあ、サウジが奪った。右サイド。うまい！繋いで。スペースある。ドリブルで、抜いた！ゴール前には3人。股を抜いてのクロス。これはウズベキスタンのクリア。まだ、ボールはサウジです。後ろからサイドを変える。しかし中盤のところで挟まれて、ウズベキスタンボールになりそうだったんですが、ファールがありました。9番同士のね、接触。先ほどのドリブルで抜いて13番。サウジ13番右サイドバックの選手がドリブルで抜いてクロスまで出せたシーンのリプレイ流れてましたね。さあ、フリーキックです。サウジアラビア、うまかったね。あー、これはミスキック。早いリスタート、ウズベキスタン、ゴールキーパーからのロングフィード、繋がっている左サイド、7番の選手、2人来てますけれども、ボールキープして仕掛けていったが倒される。これはファールありません。
サウジボールに変わってます。うん、今気づいたけどワールドカップの公式球使ってない。あら、あれ、なんか昨日使ってなかったっけ。あ、え、使ってないんだっけ。アジアカップは使ってないのか。あー、クリアボール高い位置で奪ってシュートをブロックされる。サウジアラビアまだ、うわー、これはビッグチャンス、シュートブロック、こぼれ球、うわー、押し切れない押し切れない。もうこう完全にゴール前チャンスが訪れました。サウジこんまるです。はぐれメタルさんいらっしゃい。決勝戦ね、抜いてマイナスのボールのクロスは完璧に足元すぎたな。ちょっと詰まってしまいました。いや、よく守ったね。すごいんだが、この18番の、ウズベキスタン18番のセンターバック、体を投げ出して思いっきりブロックブロック。あ、このボールコーナーキックになってます。サウジアラビア右サイドからのコーナーキック、高さ合わせありそうだ。いいボール入ってくるぞ。ヘディングで浮かせて、まだセカンド、わあ、ちょっと中途半端なボール、取れそうだったんですけどね。バックパスはうまくいかずクリアボールになりまして、いやー、これな、キーパーがうまいですねウズベキスタンキーパー、あーっと、早いスタートでスローインからウズベキスタンが深いところまで攻め込みました。これは思わずコーナーキックで逃れるしかないサウジ。いや、ほんとウズベキスタンはキーパーのフィードがいいのと、スローインがいい。本当にスローインうまいんですよね、両サイド。前半の25分です。0対0ウズベキスタンのコーナーキック、右サイドから蹴るのはノジャロリキャプテン。キャプテンなんか指示出してますゴール前に行けと指示を出してます。味方のポジションを調整して、ゴール前には人が密集している。キーパーパンチング、そして流れていって逆サイドからのスローインになりそうですね。サウジ宇宙開発多すぎ。そうかな、そうかな。確かにね、なんか日本代表がめちゃめちゃ枠内行ってたから、この大会枠いかんなみたいな印象あるかもね。うん、スローイン出しどころがない。ちょっと時間をかけてしまっているか、大丈夫かな。 OK、 サウジクリアしていきます。ウズベクのゴールキーパーもいいが、サウジもアジアでキーパー大国。あ、そうかそうか。まだね、ウズベキスタンがね、枠内シュート行ってないんですよね。でキーパーはまあセットプレイの時に守ってる。オフサイドありました。うん、ロリコキックうまい。もうロリコはね、うまいんです。やっぱ一、この世代で抜きん出てるんですよね。うん、スローイン気をつけてください。スローイン気をつけてください。ウズベキスタンのスローイン、後ろに戻して2番の選手が、あー、スペースへというボールでしたが、これは読んでいたサウジアラビア、ブロックして大きく外に蹴り出したボール。もう一度早いリスタート、ウズベキスタン後ろに戻して、うん、キーパーまで戻します。おや、どういった意図のバックパスだったのか、キーパーがフィードうまいから預けてんのかな。
どうだ、わかりませんが。あ、これは、キープできそうではないか。長いボール7番の選手。これも、外に出して守備ですね。どうせならウズベクに勝ってほしい。ウズベク優勝したらロリコ MVP、ロリコ MVP だろうね。ウズベキスタン、ポゼッションが、だいぶ差が出てきたんじゃないでしょうか。6割、4割ぐらいでウズベキスタンの方が多くボールを持っていると思います。ボールを扱っているポジションもサウジの陣地でのプレーが長くなっているような印象です。サウジ、ウズベキスタン左サイドパスをつなげてクロスが入ってくる。これは19番センターフォワード合いませんでした。サウジアラビアキーパーキャッチ。これは空いている方の左サイドを使ってボールを前に運べそうだったが、その前にファールがありましたか。その笛ではない。ボールが外に出てウズベキスタンのスローインでしたが、これはパスが嘘映像が嘘、ダゾンさん、キャーギャー、ダゾンさん、ダゾンさんキャー、ロゴしか見えてないよ、無音。さあちょっと映像が乱れまして、暗闇が明けたらとファールがあったみたいで、サウジボールのフリーキック、前半の30分です。0対0。まあね、ウズベキスタンから映像つないでますから、そりゃキーパー高いんだよな、ドキドキしちゃうな。映像乱れもね、たまにはございましょう。でも怖いな、あの真っ暗闇の間にゴールとか決まってたら、マジクレームめちゃくちゃいっちゃうんでしょうね。怖い。怖いよね。はーい、ビクタンいらっしゃい。ようこそ。ダゾンさんも応援しましょう。ウズベキスタンとサウジアラビア、そしてダゾンさんも一緒に応援していきましょう。この配信。今日はなんだか、中継の調子がよろしくないっぽいので、さあボールはサウジアラビアボールです。左サイドライン際のところ、パスを戻してセンターバック、もう一度左サイド、ボールを少し運んで大外、狙っていっている。プレッシャーがきつい。奪われそうだ。さあ、ファールになりました。サウジボール。ダゾン推しです。みんなの推し、みんなの推し、ダゾンさん。おっと、リプレイが来たらウズベキスタンボールになっていた。キーパーから長いボール。つながるか？つながりそうだ。人数もかけれてるぞ。さあ、抜け出した！宇宙開発！センターバックの間、見事抜け出して、7番の選手、キーパーと1対1まで慣れそうだったんですが、ウズベキスタン、ここは、ちょっとバウンド、うわバウンドがね、芝がね、荒れてますからね、ゴール前ね。バウンドがね。さあ、ゴールキックからサウジボール。あ、いいですよ。つながりそうか。うわー、うまい。かかしちゃったね。惜しかった。
腹筋やろうと思ってます。ありがとうございます。今日は程よい腹筋数になりそうだ。おー、シュート、ミドル、うわー、ナイスキー、ナイスキー。なんかそのナイスキーのタイミングで画像乱れましたけども、ミドルシュートを打ってきたサウジの右サイドバック13番の選手、枠に行っていたのかサイドネットかというところですが、キーパー触っているのでコーナーキックです。いや、このサウジの右サイドバックの選手はいいですね。ミドルも打てるし、いいシュートだった。無回転ね。さっきもウズベクの17番の選手ドリブルで抜いてたし、うわー、まあ、映像が乱れてる。コーナーキックはショートコーナーでクロスが入ってくる。ファーサイド折り返し、クリアが甘い。セカンドボール、どっちだ。うわー、ちょっと高い位置から落下してしまいました。笛が吹かれてサウジボールかな。監督ちょっとボルダラス監督似てるよな。はい、主審がサウジのキャプテンにの注意を出してます。なんだろうか。まあでも上手に落ちれてるけどね。わー、いいワンツー、ワンタッチでいいパスが出ましたけども、つながりませんでした。サウジアラビア、ウズベキスタンのキーパーから映像が止まっている。やだやばい、あー、真っ暗真っ暗だ。頑張って、ダゾンさんあー、ダゾンさん、いや、何ダゾンさん。さあ、ボールのポゼッションが出ております。うっす、あ、違うな、パス成功率だったな。うわー、ゴール前こぼれてきたボール、シュートはブロックされて大きくクリア。危ない。さあ、ここでパスをカットして、サウジがカウンチョーとカウンター気味になったんですけど、フォワード9番の選手まではつながりませんでした。ウズベキスタン良い守備でしたね。落ち着いてました。バモダゾン。さあ、時間は36分になってます。0対0とね、なかなかゴールが遠そうな試合ですね。これはロースコアのゲームになりそうですね。何、日本の話してるかもしれない。ダゾンさんに給水タイムを。水分足りてる？ダゾンさん、水分足りてる？そのジャロリちゃんがアップで映されてました。さあ、サウジのゴールキックから、パスをつないでいきたい。三角形を作って、大きくサイドチェンジ、いいよ、足元いいよ、球際後ろに戻して左サイドドリブルで運ぶ、前線へのボール、これはカットされる。ちょい、キーパーのクリアーボールがスローイに変わります。サウジアラビア。
サウジはパスを細かく後ろでつなぎながら左サイドを使いたい。うん。ノジャロリちゃんのブロック。あ、キーパーがロングフィードだ。映像が止まる。どうなったんだ？抜け出せたのか？抜け出せなかったのか？どっちなんだい？ PK！ 何？映像が映像が開けたら PK だった主審が PK の位置を指さしていて、どういった流れでそうなったのかまず、ああ、いいパスがね、繋がって、ウェイ！これはなんか倒れ方的に倒されてる感じしますけど、どうかな、わか。シンが PK を刺して、ああ、ちょっと手巻き込んでるかもな。11番、サウジ11番の選手が倒されて PK 獲得。倒したのは18番。ウズベキスタン18番の選手ですね。ノジャロリちゃんも、抗議に行ってますが、言葉の壁もあるのか？ちょっと大事なシーンだったのでね大事なシーン、あら、ちょっとノジャロリちゃんが強めに注意されてます。ノジャロリ、おー、 VAR 入ってますよ。オフサイドかどうか、チェッキングペナルティオフサイドかどうかっていう VAR 出てますが、主審は PK を促しております。チェッキングペナルティオフサイドはどうですか？オフなのかい？ちょっとなんかオフサイドだとしたらもっと手前のプレイの話だと思いますね。時刻は40分を回っております。0対0。サウジアラビアが PK 獲得のチャンスですが、VAR の表記が出ておりまして、オフサイドかどうかっていうのをちょっとね、VAR 室が映像を用意しているような気がします。はい。もしかしたら、オンフィールドレビューも、ないことはない。緊張感の漂うスタジアム内、ざわついております。サウジのペナルティなのでブーイングも多く出ておりますね。さあ、主審は VAR 室とコンタクトを取っております。まあ、PK ペナルティじゃファールかどうかの判定ではなく、オフサイドかどうかっていうのを見てるみたいなのでPK かどうか分からず手持ち無沙汰でリフティングを始めるリフティングを始めてしまってますはい、まだまだ時間がかかっている。2分ぐらいは経ってしまってるかもしれませんね。時が止まってますブーイングも大きくなっていきます。両チームの監督も心配そうな面持ちです。ノジャロリちゃんは、何やらサウジの選手と、談笑してます。談笑してます。なんか、笑みもこぼれるぐらい。ここだよね。キーパーのロングフィートがもうそもそもオフだったかってことだよね。その、我々が映像が途切れる瞬間のやつ。オンフィールドレビューだ。主審が、主審がモニターに向かってダッシュしています。オフじゃないっすかね、あの感じ。どうだろうな。戻りオフ。オフじゃないっすかね、これ。ああ、でも映像が長めに流れているオフサイドラインの後のところの PK かどうかのファールかどうかのところまで映像見てますね。そしてその映像も止まります。ナゾンさん、ナゾンさんナゾンさん、真っ暗だーい我々には何も見えなくなってしまいましたが、
真っ暗です。会場のざわ、お、どうなった？どうなったんですか？オフサイドということでした。ノーペナルティーですね。はい。カード出します。なんか、ベンチにカードが出そうです。ベンチにイエローカードが出そうです。はい。スタッフさんですね。おそらくはサウジアラビアの、はい。コーチにイエローカードが出まして、試合再開と。はい。で、ノーペナルティーでございました。PK はありません。見せられないよ。オフでしたね。さあ、なんだかちょっと試合が中断してしまったので、浮ついた感じになっちゃってますけれども、残り時間は、残り1分とアディショナルタイム。アディショナルタイム結構あるんでしょうね。ウズベキスタンゴール前いいプレイだ。うん、シュートまで行けた枠の外でしたけれども。ウズベキスタン右サイドバック2番の選手がシュートまで行けました。おっと、お尻。大丈夫？ハム？やばい？大丈夫？お尻が痛い。とね、どこのプレイだったんでしょうか。サウジのディフェンダーの選手が、右のお尻を、ああシュートのね、シュートの振り切った足の膝ですね。これは痛い。これめちゃくちゃ痛いでしょう。膝がお尻に入っちゃってます。これ痛いからちょっと治療してあげた方がいいね。シュートで振り切った足の膝がね、お尻に入ってますから、これは痛い。アディショナルタイムは3分です。45分経過しております。アディショナルタイムは3分。で、お尻に入っちゃった選手の治療をして、また時間が止まっております。うん。こんまれです。ひらぎさんいらっしゃい。抗議のね、イエローカードですね。最初から見に行けよって。映像ができるまでちょっと時間かかってたんですかね。オンフィールドレビュー。日本戦であったかな？日本戦でなかったか、VAR の慣れ具合とかもあるのかな？うん。コーナーキックですね、ウズベキスタン。ノジャロリちゃんのキック、うん、フリックが逸れていく、サウジボールになった、カウンターありそうだ。おっと、ボールがないところでファール、イエローカードもったいない。カウンターのチャンスを、潰してしまいました。ちょっとね、フォワードの7番の選手が、カウンターで走り出した時に倒しちゃったんですかね。さあ、コーナーキック。のところがリプレイされてます。あー、ボックス内で選手が倒れて、あー、なんだこれ、何したんだ、いらないカードだな。もったいないですね。イエローカードは7番の選手に出ております。うん、カクカク自分だけじゃなかったので安心。わかるわかる。桜子も一人で見てるときは、やばい。うちのデバイスがダメになっちゃったって思っちゃうけどね。11月のカタールでは新 VAR システムによってオフサイドは 4、5秒で判断できます。おお、新 VAR システムっていう。体の位置をキャプチャーできる仕組みがなんかできるんでしたっけ？ありがとう。程よく休憩しましょう。うん。さあ、イエロー出た選手の横顔で映像が止まっています。ナゾンさーん！ナゾンさーん！戻ってきた。試合再開しております。47分。まもなく40。
8分アディショナルタイムの3分が経ちますが、まあ、止まっている時間もあったのでもうちょっと延長してプレーやるんじゃないでしょうか。ちょっとね、荒れてますね。フットボール以外のところ、そうですね。ちょっとね、ファールが増えちゃいましたね。さあ、3分30秒経過しています。サウジアラビアのフリーキック。長いボールを入れてくる。ヘディングで落として、おっと、ゴールに吸い込まれない。うわーっと、危なかった、コーナーキックだ。ヘディング、ヘディングで、ループ上のボールが、枠内入るかというところでしたが、キーパーもね、前に出ていたので、キーパー前に出ていたので空っぽのゴールにループのヘディングが入るかというところでした。危ない、入ってんね、これキーパー弾いてなかったら。キーパーよく戻りました。弾いてコーナーキックです。ヘディングの落としがね、うまかったね。いや本当に落ち着いてくれたらいいんですけど、ハーフタイムで。さあ、このコーナーキックで前半終了になるんじゃないでしょうか。あっと、コーナーはなかったみたいですね。コーナーキックはせずに前半終了0対0でした。ちょっとね、ちょっとバタついてますね。なんだか試合がバタついてますね。今は主審の判断、微妙ならサブの判断でビデオを見て指示がインカムで送られる。で、その後にビデオチェック。ふん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 。入ってたらね、キーパー触ってなかったらゴール入ってたようなボールでしたね。試合もダゾーンもバタ、そやねん。ダゾーンさんもバタついてるんですね。まあ、選手の方はね、選手の方は、ハーフタイム中に落ち着くんじゃないかなとは思いますけれども、ダゾーンさんはね、落ち着くかどうかちょっとわかんないですね。オフサイドって主審が判断すること。いや、オフサイドは主審判断しないですね。うん。多分あれ、さっきの PK のシーン、PK なりそうだったシーンは、副審はオンサイドっていう判断だったんですね。で、旗を上げずに、そのまま試合が進みました。で、ペナルティエリアで接触があって、主審は PK を判断しました。で、その時に、VAR が、オフサイドを見てたってことね。あ、腹筋しますので、ぜひよろしくお願いします。まあ、退場者とか出ない決勝戦でやってほしいな。決勝戦も、ドローの場合は、延長戦なく即 PK でいいのかな？レギュレーション。PK 戦までなる可能性あるね。確かにね。
いやー、のじゃろりちゃんって90分やらないんだよね。なので、PK とかになったら蹴らない可能性もあるし、オフサイドは基本的には副審が旗を上げて、それを主審が確認して笛を吹きます。オフサイドは、ね、主審が判断することってないよな。見えてないしね、だって。どちらかと言ったらサウジペースなの。いやー、どうかな。多分、ポゼッションはウズベキスタンの方が高いんじゃないかな。うん。あ、サウジだった。すいませんでした。全然だったな。ポゼッションは 43% ウズベキスタン、56% サウジ。で、シュート本数は、ウズベキスタン1本、うち枠内0と、で、サウジが2本、うち枠内2本。おー。サウジの方が押してますね。でもなんか、ボールのヒートマップ的には、ウズベキスタンの方が押してる感じはするんですけどね。サイドがね、やっぱり活発に使われてて、あんまりセンター使ってないような試合ですね。ねえ、桜子もちょっとウズベキスタンの方がボール扱ってる時間長かったんじゃないかなって思ったけど、サウジの方がポゼッション高かったね。違うサイトでも見てみるか。出てないな。ウズベキスタンはシュート枠内行けばっていう感じですかね。セットプレイも積極的に取りに行ってる感じだし、いいキッカーがいるからセットプレイもやりたい感じかな。サウジは体強そうなフォワードがいるので、ロングボール送ってるっていう感じもしますね。あとはカウンター、わかんないなぁ。どっちかなぁ。先にバテそうなのはウズベキスタンなんだよな。運動量ウズベキスタンの方が多そうな気がする。だから早い時間に先制できなかったら、サウジの方が利があるんじゃないだろうか。0対0のまま終盤になったら。だから前半戦スコアレスなのはウズベキスタン的には良くないのかも。いやでもあれ、準決勝も前半戦はスコアレスだったんだっけ我々。個人的にはポゼッションも大事かもだが、有効なパス数とチャンスメイクの数の方が重要だなと思う。そうね。ボール持たされてるみたいなこともあるもんね。ウズベキスタンは積極的にボール取りに行ってるから、持たされてるとかはないんだろうけど。
シュート本数と枠内率とかだよね。これはどっちの、あ、ウズベキスタンは21歳以下なんだった。サウジは23歳以下で、ウズベキスタンは21歳以下だから、ここにも年齢差あるんだよな、決勝戦にも。わかんないな。どっちが勝つかまだわかん、前半見てもわかんなかったな。さあ、じゃあ腹筋しようかな。程よい。よいしょ。はい、あ、ありがとうございます。よいしょ。あやー、 OK。 ということで、ありがとうございます。ご来場のお客様、前方の電光掲示板にご注目ください。本日の腹筋回数は44回でした。高評価ありがとうございました。イエーイ。では、板チョコ腹筋を目指して腹筋していきましょう。一緒に筋トレする方は一緒によろしくお願いします。よい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、21、28、29、30、31、32、33、34、35、36、31、38、39、40、41、42、43、44、ああ、楽しくありがとうございます。45、46ということで、ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、では、後半戦。45回ぐらいだったらね、やりやすい数字だと思いますので、やってみてください。一緒にありがとう。よしよし。聞いてる。このあの、鼠径部のところの筋肉がすっごいムキムキになってきちゃってるから腹筋、下腹部の筋肉、鼠径部のこのポコってなってる、わかるかな、腰骨の隣内側のとこのさ、この鼠径部のところ、この筋肉がすごいんよ。ゴリッゴリ。うん。あ、ペース早い。そう、ペース早いよね。ペースはでも、あの、ご自身に合わせていただいて。ゆっくりした方が、あの、広い筋肉、使えるんでね。鍛えられるんで。でもね、本当にね、いい
育ってきてますよ、桜子さんの腹筋は。おかげさまで。いい感じ、いい感じ。と飲酒しよっかな、突然。突然の飲酒宣言。なんかあと45分だったら酒飲みながらでもいけるでしょう。ちょっとトイレに行って氷持ってきて飲酒します。始まる前に急げ急げ。後半戦キックオフしております。改めてよろしくお願いいたします。エンド変わりまして、右から左が青いユニフォームホームのウズベキスタン、左から右白と緑のユニフォームが、サウジアラビアですね。しょい、乾杯。筋トレ配信、腹筋が見れるスポーティーウェアでの撮影会です。あ、スポーティーウェアいいですね。ちょっと、探そうかな。うん。トルシエ監督が昔腹筋の繊維は細いからゆっくりやった方がいいって言ってた。乾杯ありがとう。うん。まあ、筋トレはね、ゆっくりした方がいいですね。うん。桜子は時間が制限されてるのでサクサクしちゃうけど、うん、ゆっくりやって左右のひねりを加えるとなおさら、そうだね、ひねるとまたサイドの筋肉も使えるから。サウジアラビア、ボールを戻して、うん、やっぱ右サイドは使わないんだよな。おっと、珍しいパスコース、前半戦は使っていなかった動きですね。これファールになってしまったんですね。ウズベキスタンのファールだったので、サウジアラビアボールでリスタート。うん、あ、いいですよ。右サイド抜けて13番の選手運ぶ、シュートの選択もできるが、中央11番シュート、わー、いったー、左足。サウジアラビア後半の立ち上がり、早い時間に先制点。
サウジだったね。うん、これなんで生かしてしまったんだ。うん、うまい。うわまたも、うわウズベキスタンどうしたんだ。なんかどうしてあの前半戦の時のあの守備はどうなったんだ。うん、いやー13番の選手の斜めのランニングが効きましたね。あそこ全部見送っちゃったんだよな、ウズベキスタンが。うん、シュートもうまかったね。プレスかけすぎて疲れちゃったのかな。まあ、そのね、疲れそう。ウズベキスタンの方が先に疲れそうだなとは言ってましたけど。でも後半の立ち上がりだったからな。スイッチ入れきれてなかったみたいなところかな。あの、ジャロリちゃんがトラップミス珍しい。うん。あ、いやでもやっぱり13番の選手だ。やっぱこのサウジの右サイドバックの13番の選手がマジでうまいんだわ。その前半戦もね、ハイライト2つ作ってますから、ドリブル突破もしたし、ミドルシュートもいいの打ってたし、でさっきも得点の起点になってるからね、斜めに走っていってマーク外しまくって混乱させて、最後11番に出してそのまま左足切り返してシュート、素晴らしかったですけども、闇さんはどこのチームの人なんかな、地元かな。アリヤミさんはサウジアラビア1999年5月17日生まれの173センチ81キロ右利き。アルヒラルだって。アルヒラルだ、強いわけですね。今シーズン12試合出場。アルヒラルだ、強いわけだよ。サウジの強豪クラブですね。ACL で会うことあるかもね、いつかね。J リーグ来てくれへんかな。J リーグ来てくれへんかな。うん。あ、落としが甘い。うん。さあユニフォーム引っ張ってしまいました。ウズベキスタンファールになりまして、サウジボール1点追いかける形になりました。ホームのウズベキスタン、どんな試合展開になるのか。ちょっと先制されると辛いんだと思うけどね。うん、
サウジアラビア右サイドをヘディングで落としてキープ。うん。ライン際、ボール外に出まして、ウズベキスタンのスローイン、なんか監督にめちゃくちゃ言われてたな。7番の選手。ウズベキスタンスローイン。ヘディングで落として、サウジは大きくクリア。またタッチを割ります。ライン少し上がりまして、ウズベキスタンのスローイン。左サイド。スペースに送っていく。これもクリアします。打ち上がったボール、ヘディング。ちょっとお見合いっていうか味方同士で被ってしまいましたが、キャプテンがしっかり対応して、サウジアラビアは、スペースが空いている左サイドにパスを送ります。中盤に戻して、後ろまで戻します。縦パスが通る。前を向く。さあ、キューバの選手ドリブル。おお、遠いところから、ミドルシュート、体を入れてブロック。素晴らしい守備でした。絶対痛いのに。絶対痛いはずなのに。痛い素振りを見せない。ウズベキスタン。体を当ててミドルシュートをブロックしました。で、なんかドロップボールでスタートしてますね。主審に当たったのかな。ウズベキスタンのドロップボールで、キーパーまで戻して、打ち上げる。裏抜きを狙う。ねえ、いけるかー。裏抜けそうでしたが、外に出してサウジはクリアしていく。サウジの守備が落ち着いてしてるからこのままでは厳しい。さあ、ノジャロリちゃん、いいパス出す。ファーサイド折り返せたけどラインは出てない。もう一度ノジャロリちゃん、ドリブルでキープして、うわあ、ここでロスト。しかもカウント、ファールですね。さあ、笛が鳴っておりました。頭を抱えるサウジ7番。ノジャロリちゃんへのファールが取られているってことですね。この位置、ほぼセンターサークル付近で、ウズベキスタンのフリーキック。ここで選手交代です。ウズベキスタン、2番の右サイドバックの選手を変えまして、15番の選手が入ってきています。はい。まあ、その、運動量の多かったサイドの選手をフレッシュにしていくウズベキスタン。違う、20番か。え？いや、2番だな。表示が違ってたんですね。うん。サウジアラビア、キーパーからのロングフィード、ウズベキスタンか。ロングボール。これを落ち着いてマイボールに変えていくサウジ。ライン際、スローイン。あ、20番の選手が入ったってこと？あ、9番の選手に代わって。失礼いたしました。全然違うかったな。15はどこから来てた？ 15 は移されてただけか。うん。ウズベキスタン9番の選手に代わって、20番の選手が入ってきております。フォワードを変えてきた。フォワードかな？わからん。前線の選手を変えてきた。4-3-3の右の選手ですね。うん。ウズベキスタンスローイン。うん。新しく入ってきた20番の選手。パスがつながりそうだ。狭いところ。うん。こ
これ弾かれたボールをなんとかマイボールに収めて後ろからもう一度組み立て直しです。ウズベク左サイド三角形うまくつながらない。サウジボールに変わる。中盤で人数をかけるファールがありました。ウズベキスタンのファールになりましたのでサウジボールですね。ちょっとボールに行ってましたよという主張をしてますがファールですね。ボールに行ってましたよ。まあまあそのボールに行ってましたよというよりかは、まあ、勝手に引っかかってこけてましたよっていう主張だったのかな。カードがまたしてもベンチに出そうですね。はい、イエローカードがコーチに出てます。サウジのコーチに出てますね。監督スタイルがあれなんだよな。ビエルサと一緒なんだよピッチサイドにしゃがみ込んで見てるスタイルがビエルサと一緒なんだな。うん、ウズベキスタン追いついてほしい。決勝大盤振る舞いね。ベンチにね、累積ないから、決勝戦累積ないからイエローなんぼ出してもいいからさあ60分になりました。0対1。後半の立ち上がり早い時間に先制したサウジアラビアのリードで60分になっております。サウジアラビアのスローインからうまくボールを互い地で奪ってショートカウンター。ウズベキスタン、体のポジションがうまいですね。サウジアラビア5番の選手の守備で危ないところも難なくマイボールに変わっています。サウジ、まあ、前半戦のねまだまだ試合が立ち上がりっていう時はお祭りモードでウェーブもあった会場ですけれども、今や1点追いかけるウズベキスタンホームは声援に熱が入っております。クロス入ってくる。ヘディングで打ち上げたボール、ファーサイド逆サイドで中に送って、それは浅はか。さあここのボールをカットとしてカウンター、スルーパスは通らない。ウズベキスタンいいですよ、チャンス作れている。右サイド深いところ、戻してクロスが入ってくる。中3枚ヘディングでクリア、空中線落としたところ、ドッジボール、ドッジボール。さあ、ノジャロリちゃんのシュート、入ってない。ネット、ネットに引っかかりましたが、上から、枠外で上のネットに引っかかるってめちゃくちゃ落ちてるってこと。やばいシュート蹴りよるな。素晴らしいですね。枠のエリアの外からね、ちょっと入ったように見えたな。エリアの外からノジャロリちゃんがシュートを打っていきました。ドライブシュートやばい。もう本当に、本当にね、キックがうまいんですよね、ノジャロリちゃんは。まあ、来シーズンね、竹久がまた
ラリーガでプレイしてくれてたら、もしかしたら出会う可能性ありますから、ノジャロリちゃんは。楽しみにしましょう。あれ、ラリーガだよな。2部だっけ？一部だったような気がするけど。入らなかったシュートも、ゴールのシュートももちろんすごいけど、入らなかったシュートも今から、あ、キーパーからのロングボール、うまく反転してキープできました。クロス？中見てなかったように。危ないって。大丈夫？びっくりした。大丈夫そうだ。さあ変わってカウンターです。サウジ危ない危ないさあちょっとポジション乱れている中、またしてもウズベキスタンチャンスになりそうだ。20番の選手が切り込むシュート、弾かれてセカンドボール、ノジャロリちゃんだ。ノジャロリちゃん引きつけて縦のパス、これは読んでた。クリアボール。またウズベキスタン、いや後ろからロングボール、これはスペース、あーうまくファールか。うまくディフェンダーと反転できたかなって思ったんですけれども、ファールでしたね。10番は今もね、もうすでにラリーガに所属してるんですよ。どこだったかな。あれ？あ、ノジャロリちゃんラリーガーじゃないんだ。なんかラリーガーって言ってなかったっけ？違ったみたいです。普通にウズベキスタンのチームにいます。ロコモティフ。あ、ロコモティフだ。あ、もうロコモティフ。タシュケント、ロコモティフモスクワじゃなくてロコモティフタシュケントかだそうですね。っていうか A 代表に呼ばれてるっぽい。アンダーじゃないぞ。ノジャロリちゃんはもう A 代表呼ばれてるし、出てる試合に。フル代表でした。フル代表レベルでした。だから、フル代表の選手が世代別に出てるっていう感じですね。まあ、トミーがいるみたいな感じかな。竹房とかトミーとかが。いるかなっていう感じ。わ、カード出てますやん。あら、小競り合いしてますやん。桜子がノジャロリちゃんを調べている隙に。ノジャロリちゃんは、そうですね、その、このアジアカップに出ていた竹房が出てるみたいな感じ。だからちょっとやっぱ、突き抜けてる存在だよね。まあ、ファールあった地点からフリーキックでした。キーパーキャッチしてます、サウジアラビア。今回のアンダー21メンバー、誰か海外行けるかな？行けると思う、全然。決勝戦見てても、日本の選手の魅力は遜色ないと思うし。スカウト来てたら声かけてると思うけどね。
行くか行かないかは分かんないけど、チームとの兼ね合いや本人の意思もあるやろし。コーナーキックです。ウズベキスタンのジャロリちゃん、うん、わーい、ボールでしたけどね、合いませんでした。ファールだったんですね。ファールということでサウジボールです。ウズベキスタンの方にファールがあったと。ちょっとヘディングがね合いませんでした。サウジのゴールキック、ウズベキスタンボールを奪う、ノジャロリちゃん運ぶ、中に出す、選手を背負いながら左サイド2人来ている、無理やりドリブル、倒される、ファールございません。サウジボールになりそうです。さあタッチ割りました。ウズベキスタンのスローイン、ディフェンスラインまで下げてキーパーまで戻します。ウズベキスタン時間的にも同点にしたい。コーナーキックの数はウズベキスタン3本、サウジが4本、時刻は70分0対1。いいですよ、ウズベキスタン中盤でパスをもらってつなぐ、抜ける、シュート、ゴール、同点弾、しかしオフサイドフラッグが上がっている、オフサイドフラッグが上がっている、そして VAR 室からも連絡が来ているっぽい、フラッグは上がっている、オフぽかったね。オフだね。完全にオフですね。これいいパスをね、がつながったかなって思ったんですけどね。のじゃろりちゃんがライン間で受けて、パスを出したタイミングがオフでした。でもしっかりね、シュートを枠内に飛ばしたのは素晴らしかったですね。ガツガツオフですね。さあ選手交代です。サウジアラビア11番、ワンゴール決めました。11番の選手に代わって新しく17番の選手が入っ、17番でいいのかな、の選手が入ってくると。シュート後足ね、10番だ、10番の選手が入ってきます。このサウジが11番に代わって10番になるは日本の時にもやってたかな。ナイスゴールでした。左足素晴らしい。試合再開しております。サウジアラビアのゴールキック、プレッシャーをかけに行くウズベキスタン。さあパスが乱れました。スローインウズベキスタンボール、いいですよ、ファールを誘う、ナイスプレイでした。フリーキックじゃないでしょうか。ウズベキスタンいい位置、いい位置。さあフリーキック、距離はありますけれどもね、セットプレイ
ノジャロリちゃん左足で入れていく。ニアサイド、シュートは空振り。空振りしたボールクリアして、さあ、セカンドはウズベキスタンキープできそうだが、とポジションが戻ってしまう。豪快空振りでしたね。キーパーから長いボールだ。ヘディングでクリアして足元。して、前を向いて、サウジアラビアが、カウンターが、できそうな、シュート、枠内ゴール追加点サウジアラビア2点目決めたのは9番ヒラス・アルブライカン。しかし、オフサイドだったんじゃないか、どうだ？オフサイドはない。オフサイドない。うまい、オンサイドでしたね。素晴らしい。素晴らしい2点目。こちらも左足。ゴールの右隅。こんなの止められない。なんという、なんという精度のシュートでしょうか。これは素晴らしい。これはゴラッソ。こんな素晴らしいシュート、止められませんよ。届きませんもの。サウジの監督がね、ゴールするとお祈りしますね。1点目の時もしてましたね。さあ、75分に追加点となりまして、0対2。静まり返るウズベキスタンスタンド。ちょっと、こんばんは、グッティモッティさんいらっしゃい。いや、ゴラッソでしたね、2点目。さあ、選手交代です、サウジアラビア。お、ウズベキスタンも交代する、1人ずつ。単価が欲しい。単価が欲しいそうで、選手交代の8番の選手は単価を持ってきて欲しいということですね。まあ、お時間をね、ちょっとずつね、使っていきたい感じですね。いや、強い。いや、強い。時間止めてます。ストップウォッチは止めてます。という主張を主審がしつつ、で、交代する7番の選手は、担架に乗せられて、お帰りになるという感じです。さあ、変わって新しく14番の選手が入ってきます。サウジアラビア、そしてウズベキスタンも14番の選手入ってきますね。17番と7番の選手に変えて、左サイドを縦ラインで交代してきたっていう感じですね、ウズベキスタンは。ねえ、タンカー、またで、登場の機会あるかもしれないですね。試合前のサウジの監督の言葉、集中力を維持したい、運も必要。これは決勝戦で何でも起こり得る。ディフェンス勝たそうと。長いボールがサウジ前線に送られます。これはセンターバック2人で挟んでマイボールに変えていくウズベキスタンですが、サウジのフォワードの選手が足をつっているようですね。倒れている。
お客さんもね、帰っちゃうかもね、2点差だったら。うん、サウジの7番の選手が足をつって倒れてるんですけども、ウズベキスタンの選手が足伸ばしてくれてるんですが、ちょっと雑な感じで太もも蹴ってたら怒られてましたね。メディカルチームも入ってきます。担架だ。担架使うかな、どうかな。担架使われます。そして運ばれていきます。あ、ね、2点差がついたので全力で試合を収めに行っている、クローズしに行っているサウジですね。ディフェンスラインも分厚くなりました。随分クロス入ってくるウズベク。これは敵の選手に当たってリフレクションコーナーキックになります。ノジャロリちゃん、時間は80分になっております。0対2、選手交代です。先ほどのね、担架で運ばれていった選手に代わりまして16番の選手が入ってきたサウジアラビア。そしてコーナーキック、うわー、キーパーパンチング、弾いたボールを追いかけます。ウズベキスタン、およーと、スローイン。ウズベキスタンはアンダー21ですね。そうなんですよ。なんだ、全くボールないところで人が転がっていたけれども笛がございませんでした。試合続いております。ウズベキスタン20番の選手倒れているけれどファールない。じゃあサウジがボックス内、クロスが入ってくる。なんとか外に出して、まだボールはピッチない。右サイドキープしてサウジ、コーナーキック付近、ここ人数かけて奪い取ります。ウズベキスタン、さあ人がいない右サイドからちょっと雑なパスになってしまいました。これをカットしてサウジボール。うん、前線のスペースへ送ったボールでしたけれども追いつきませんでしたので、ウズベキスタンのゴールキックに変わります。2-0 からドラマが多い。そうだよね、まだわかんないね。サッカー見てて大好きな瞬間6位、負けてるチームが足つった相手チームの選手を強引に治療するが見れてるです。6位なんだ。なんだ、 VAR とコンタクトしてますが、なんだ、ウズベキスタンがハンド。ハンド、ウズベキスタンもハンドだし、サウジもハンドだな。なんかサッカーしてないですね。ペナルティエリア内で両チームともにハンドがありましたが、これはどっちも完全に手触ってます。え？オンフィールドレビュー？見に行く？見に行かない？関係ない。ホイッスル、試合再開。どっちにも、どっちのハンドも取りませんでした。試合再開。で、ちょっと熱くなってますかね。キーパーからのロングボールの競り合いでもファールになってしまっています。主審が注意をしている。
サウジの方が強いですね、この試合。さあ、前向いて、サウジ。なんか切り込んでいく、シュート。ディフェンダーにリフレクションする。キーパーがキャッチする、ウズベキスタン。ちょっとカウンターをするタイミングにはなりませんでしたが。時間がね。なんでそんな強引にドリブル行ったの？なんでそんなドリブル強引に行ったんだ？ファールを誘ったってことなんですかね。ウズベキスタンボールです。右サイド、サイドバックから前線にスペースへ送ったボール、クリアしたボールをカットして倒されました。フリーキックだ。いい位置、さすがです、のじゃろりちゃん。さすがののじゃろりちゃん。まあ、距離はね、ありますけど、セットプレーは、チャンスにつながりますから。すごい冷たい目してたな。イエローカード、あら、のじゃろりちゃんにイエローカードです。なんか、なんでかな何故かはちょっとわかりませんが、勝手に始めちゃったのかな。フリーキックを中に入れてくる。さあ、クリアボール追いかけます。セカンド取れそうだ。キーパーまで戻す。早めに上げた方がいいよ。早めに上げない。さあ、左サイドをドリブルで運んで、引きつけて大外、ワンタッチで前に出す。囲まれてしまった、サウジボール。うん、このクリアボールを落として前につなぐ、サウジ。あら、いいですよ、ウズベキスタン。まだ持ってる。抜け出した。二人来ている。うん、さあ、ウズベキスタンのスローインですけれども、サウジの選手が痛そうに倒れております。足がつってとんでもない感じになっちゃったな。あー、これは大揉めです。収めきれませんでした。まあ、ウズベキスタンのスローインになったんですけども、そのボールを出しにスライディングしたサウジの選手が足がつったんですかね、倒れたんですね。で、そこで試合を止めたんです、主審は。で、スローインをしに行ったウズベキスタンの相手チームの選手が足を伸ばしてあげようと思ったら、ちょっと強引になってしまったので、それをいさめようとした味方チームのサウジの選手と接触して、で、まあ、サウジの選手の手がウズベキスタンの選手の顔に当たったのか、首のあたりに当たったのか、それで倒れてしまった。そしてまだ荒れ模様は収まっておりません。そこから発展した両チームの小競り合いが全く収まっておりません。カードがたくさん出ておりますイエローカードはいろんなところに出ておりますね。もうおそらくそれぞれ把握するのは難しい。フィールド外に引きずり出そうとした。確かに両足持ってね、ちょっと引っ張ってましたね。
倒れてる選手がいるから試合が再開できない、倒れるんだったら外で倒れててくれよっていうことで引きずり出そうとしたんですかね。まあ、倒れてた選手は今ピッチサイドで入るタイミングを伺っております。今ピッチに戻りました。ウズベキスタンのスローイン、いいボール入ってる、いいよ、コーナーキックだ、オッケーオッケー。ウズベキスタン前線が張りすぎちゃって後ろがパスつなぐの苦労してる気がする。うわー、こぼれてないな。コーナーキックもちょっとね、キーパーキャッチということでした。サウジは前回も決勝出てる、勝てば初優勝、初優勝なの意外だね。アディショナルタイムは長いんじゃないでしょうか。あ、いいですよ。キーパーのボールを落としてドリブルで運んでいく。まあ、倒れましたけれども、これはファールじゃないということでフリーキックは取れませんでしたが、どこだ、ここでファール、サウジの選手が転がっております。でその間に選手交代をしてくださいということで、ノジャロリちゃんがここでアウトですね。ノジャロリちゃん呼ばれてるよ呼ばれてるよ。そうですね、ノジャロリちゃん90分やりませんからね。まあ時刻はもう90分なんですが、代わって4番の選手が入っております。そしてアディショナルタイムはまさかの5分。もうちょっと止まってたんじゃないもうちょっと止まってたんじゃない。5分は短いんじゃない。後半戦いろいろあったよ。まあでもね、この荒れ始めてる試合をこれ以上長引かせるのも2点差ついてるし得策ではないですね。確かに。負けてるならプレースキッカー外さない方が良さそう。多分ね、その、クラブチームと約束があるんじゃないかな。90分出さないっていう。大事な選手だから。代表には送り出しますが、90分は使わないでください。疲労をためないように。みたいな。約束があるんじゃないかしら。うん。変える必要ないもんね。だってどう考えても本人も疲れてる素振り全然ないし。ああ、いいとこ転がってきてますけど、ウズベキスタン、シュート、なんで吹かしちゃうんだ。いいマイナスのボール来てたよ、ゴール前。切り込んで、いいパス来てたよ、スルーして、大外。外の選手に出して、吹かしちゃったな。あれ、手前の選手スルーしたのももったいなかったけどね。サウジのゴールキックのボール、ウズベキスタンのキーパーまで戻ってまいりました。こちらも長いボール、ヘディングでフリック、うん、さあ3分経過しております。残り時間は2分。サウジのキーパーはゆっくり戻ってきてゴールキックですね。ウズベキスタン監督はまだしっかり指示を出しております。
キーパーからのロングボール、いいですよ、反転して切り込んで、うーんとロスト。高い位置でボールを取りに行った方がいい、プレスかけた方がいい。いいよ、スローインはナイスですね。早くリスタートしましょう。オッケーオッケー、ナイスナイス。ウズベキスタン左サイド2人来てますけれども、これもスローインに変えていく。ボールボーイいい動きしています。スローインが中には入らない、大きくクリアされる。キーパー前に出てきている。危ないくない？さあ、無人のゴール前、ディフェンダーと1対1。よかったです、戻りきりました。変わってウズベキスタン、あ、いいよ、ゴール前にクロスが、いいクロスが入ってくる。さあ、ヘディングでクリアしたボール、うん、コーナーキックにはさせない。ウズベキスタンもボール取る、中に入ってくる、足合わせた、うわー、枠の上だ、ダメだ、枠に全然入んないな。そして5分が経過しております。サウジアラビアの監督はお祈りをして、長いホイッスル、試合終了、サウジ優勝だ、めでとう、サウジアラビア。どういう状況？何これ、めっちゃ丁寧じゃん、やばい。サウジアラビアキーパー同士で喜びを分かち合うわ、マジ丁寧な、いいチーム作りできてたんですね。5分経ってるでしょうっていう主張だったんですね。素晴らしい、2対0。え、大会全投資で0失点ってことですか、サウジアラビア。マジマジ、サウジアラビア5試合0失点、6試合0失点、そんなことある。シュートうまかった。シュートはね、2本とも本当にうまかった。あれは止めるのは厳しい。大会0失点？とんでもなく強いな。0失点か。サウジ強すぎだな、これは。完封はすごい、文句なしですね。まあ相手ね、世代がちょっと違ったっていうのはありますけど。こんにちは、小平さんいらっしゃい。ちょうど試合終了です。0対2サウジアラビアが完封優勝。完封優勝はやばいよな、黄金世代ってことですね。23歳か。とんでもない。とんでもないぞ、サウジ。そういえば、サウジアラビアは、ほとんど A 代表なんだよね、この子、この人たちが。あ、違かったっけ？23人中14人が A 代表だとかって言ってたのってこのチームじゃなかったっけ。だからオリンピックにじゃない、ワールドカップに来ます。この人たちがワールドカップに出ます。監督は変わるのかな、お祈り監督じゃないのかな、同じなのだろうか、 A 代表と兼任してんのかな、してた方がいいと思うけどな、ほぼ一緒やったら。
ウズベキスタンはね、ホームだったこともありますし、ここまでいい流れで勝ち進んできてたので、この敗戦は苦しいね。でもちょっと荒れちゃったのがやっぱりな。無失点すごい。アンダー16日本も無失点で優勝。おお。16世代は日本もバチ強ってことですね。A 代表はフランス人か。いや、アジアでトップはもう間違いないですね、サウジ。サウジアラビアは、アルゼンチン、メキシコ、ポーランド。グループ C です。アルゼンチン、サウジ、メキシコ、ポーランド。ちょっとね、ここも、しんどそうなグループではありますけど、サウジ、この強さだったら、いけそうだな。ちなみにサウジアラビア FIFA ランクは49位なんですよね。東アジアだけでなく中東、東南アジアのレベルが高くなってるね。イケイケの若いやつらが世界かき乱しに来るのか、なんかいい、うん、サウジじゃなかったっけ、ほとんど A 代表なのは。イラン、韓国、サウジがきついライバルになりそう。ウズベキスタンも強かったけどね。イランは今回戦ってないか。中東チームは気候アドバンテージあるかもしれんし、ワンチャンあるかも。ある、そうだね。気候アドバンテージどれぐらい働くだろう。ありそうだね。日本アジアで勝たないと。アジアね、ちょっとまあワールドカップは枠が広がるのもあるけど、アジアが強くなってることには変わりないから、日本も一緒に強くなっていかんと。 E1 厳しいだろうな。 E1 もどうだろうな。まあでもやっぱ中東が強いな、アジアは今。うーん、最近イランもワールドカップきつい。イングランド、アメリカ、ウェールズ、きつ。きつ、きつきつやな。みんな iPhone 持ってる。かわいい。こんばんは。サウジ強かった。チャルさんいらっしゃい。サウジ強かったね。さあ、スタッツ出てます。ポゼッション、ウズベキスタン 53%、サウジ 47%、シュート本数ウズベキスタン10本、枠内1本。で、サウジはシュート9本、枠内4本でした。ですね。枠内飛ばさんとあかん、やっぱり。シュートは精度。シュートは精度。ああ。思うわ、マジ。シュートは数じゃなくて、シュートは精度。シュートはタイミングと精度、マジで本数じゃないな。精度と思い切り、そうそうそう、思い切りも大事。アジアって一言で言ってもこう行きすぎて、何なんかもっと細分化してもええのでは。あー、確かにね、アジアをさ、細分化して、で、枠もね、その、それぞれに分割して、で、その、予選もさ、移動距離少なく、コンパクトにできたら、いいかもしれないね。アジアってやっぱ広いよな。やたら広いよな。監督なんか若そうですね。アンダー23でも分かりました。屋内シュート精度の大事さ、大事だった。インタビューまで見せてくれる。
いや、さすがに分からへんな。もうなんか、かすりも分からへんな。でも、なんとなく、同じこと言ってるよね、大体ね。イングランド勢、アメリカ。面白いグループだね。個人的には世界のみんなウクライナ頑張ってるよでグループ抜けるのを見たかったから、ああそうね、ウクライナもね応援したいよな。シュクラン、シュクランがおそらくありがとうですね。シュクラン。サウジの1点目を決めた選手ですね、こちら。おでこなんか絆創膏つけてますが。ファーストタイム。英語だね。コングラチュレーション。英語だったね。さあ、ウズベキスタンの選手のインタビューです。ノジャロリちゃんじゃないんだな。サウジアラビアのディフェンスについて質問されている感じですね。Thank you。 観覧車ある、スタジアムの隣でっけえ公園に観覧車ある。あれ観覧車？ただの丸い何かっぽい。表彰式もやってくれんのかな。あれのじゃろりちゃんか。あんなごつかったっけ。もうちょっとなんか、もうちょっと髪長くなかったっけ。ウズベキスタンコーチ、観覧車ね。観覧車確かに久しく乗ってないな。まずは審判団が表彰式。ちょっとね、荒れ試合がいくつかありましたからね、今大会。大変でしたね。サウジのメンバーは、ニコニコしながら花道を作っております。小森さん何歳ですか？バーチャル18歳ですね。ベストキーパープレイヤー。なんか大会の偉い人たちが並んでおります。優勝カップめちゃくちゃシンプルやん、デザイン。
喧嘩と乱闘はアジアの花。怪我しなければね。すごい、メダル。メダルすごい、なんか、収まってる。首にかける形式じゃない。天心買ったんだ、おめでとう。うん。すごい。メダル。箱に入ってる。もうそのまま飾れるタイプのやつだ。すごい。めっちゃいいやん、あれ。全員と写真撮るんか。メダルかっこいいよな。なんか優勝カップシンプルなのにメダルかっこいいな。審判は大変だよね。結構虫飛んでるな。画面では分からへんけど、虫が飛んでるとかも結構プレイに影響すんのかな、慣れてなかったら。フェアプレイヤー1。チームフェアプレイアワード、サウジアラビア。いや、フェアプレイチームはちょっと日本もらわれへんな。ああ、キャプテン。いや、このね、サウジの5番のキャプテンも素晴らしいですからね、本当に。あー、試合終わった後スマホで通話するの。飯やってたね。で、なんかカメラが上から覗いてて、なんかやめたげてってなったな。うん。アンダー21、応援していきましょう。こんまる、高サムさんいらっしゃい。寝落ちしたら終わってな。うん。2年後どうなるかですね。いや、本当にオリンピック絶対出てほしい。ベストゴールキーパーアワード。いや、もうそんなんサウジでしょ。ゼロ失点よ。そりゃそうっしょ。サウジの今日のキーパーですね。めちゃ喜んで、ナファフさん、ナワウさん、すごいよ。ゼロ失点は、なんか世界レベルのキーパーになっていただきたいですね、こっから。うん。すごい、なんか、表彰がめちゃくちゃ丁寧ですね。他の大会とかだったら、バーって流れちゃうところが。それか、他だったらハイライト流してて、ここが割愛されてるのかな。いや、大会通してクリーンシート、ほんとぶっ飛んでんのよ。あ、何？あー、得点王ね。3ゴール。
韓国のチョ・ヨンウォク、得点をおめでとう。素晴らしい。これだから日本の選手誰か入ってたら名前呼ばれてたわけですね。意外に呼んで本気で優勝狙いに来たのに、アンダー21の日本に負けた。そう、ショックだったと思うよ。モストバルアブルプレイヤーアワード。バルアブルってなんだ、バルアブルってなんだ。サウジの7番の選手、バルアブルって何。価値のある MVP のこと。本日のじゃない、大会の MVP、 大会 MVP。 サウジのフォワード7番のヤヒヤ・アルマン君、中東の選手もヨーロッパね、ぜひスカウトもいっぱい来てたから、これこの大会を機に飛び立ってほしい。トップバリューのバリューみたいなのと同じってこと、バリアブル。ルーナーズアップ、ウズベキスタンルーナーズアップ、ルーナーズアップって。モストバリアブルプレイヤー MVP、 準優勝ってこと。ランナー、ランナーアップ。お買い得という意味でモストバリュープレイ。いやー、まだ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 、こっから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 、ウズベキスタンはオリンピック一緒に頑張ろう。監督もメダルもらってます。ロリコ J リーグ来ませんか、ダメですか。ロリコ、ロリコはもう欧州行っちゃうやろな。開催国で2位は悔しいと思うけど、五輪が楽しみね。そう、世代も違うかったから。え？あ、準優勝でもこれなんか、このポップみたいなパネルの前で写真撮ったりするのか。ちょっと喜びきれないよな、確かにな。ウズベキスタン強かったよな。全然かなわんかったね、日本代表。沈んでますが、みんな。元気出して。
2年後ね、23歳同士だったら分かんなかったよ結果。チャンピオンのセットができて、サウジアラビア、コングラチュレーション。めでとう。みんなカメラ、みんなカメラ持ってるけど、スマホ持ってるけど。素晴らしい。いやでもガチ強、本当に。こんなはしゃいでたらわからへんけど、ガチ強かったからな。国からどのくらいもらえる？ねえ、確かに、確かに。若さ、若さ溢れてる。今更なんで日本が若いのか。あ、オリンピック出場を目指した世代別の代表チームだからだと思いますね。アンダー21。パリ世代ですね。うん。逆になぜアンダー23の大会を今年やってるのか。毎年やってるか。毎年やってるか。アフリカ系っぽい顔立ちの選手もいる。確かにね、サウジ。そのなんか英語圏、英語でインタビュー答えてたり、別の言葉だったりで。ちょっと前まではイラン黄金世代の選手たちも欧州でプレイしてる人が多かった。カリミとか、マハダ・ビキアとか。そうなんだ。ワンピース読んだけどワクワクして最終章に行ける。あ、本当？もう、そっかそっか、0時回ってるから。いいですね。明日月曜日、日付変わって今日の月曜日のジャンプの最新話で一旦、ワノ国編が終了して、次回、最終章が始まるっていうことですね。一月お休みして。わあ、どうなってんねやろう。桜子単行本派だから。ジャンプ買ってきた。マジ？多分だけど、懸賞金とかが出てるよね、きっとね。わあ、楽しみですね。桜子様の民族衣装みたいなの似合いそう。本当ありがとう。素敵だね、あの、ドレス。うん、その間にハンターハンターが連載してくれるという感じですね、ジャンプ。おそらく。わ、さあ、カップをもらって、キャプテンがもらって、スマホを仲間に預けて、ウェイ！あ、後ろ向き？よいしょ。わっしょーい！セレブレーション！わっしょーい。コングラチュレーション。チャンピオン。チャンピオン。素晴らしい。イエーイ。いやでもほんとなんかチームの雰囲気もすごい良さそうだ、なんだよな、サウジ。チーム作り完璧に成功した感じですね。サウジアラビア。
ウェイ素晴らしいですよ、本当に素晴らしいよ。日本は2位だったな。2位じゃない、3位だったな。ウズベキスタンが優勝してたら、ちょっと日本2位だったなって言えたけど。キーパー仲良しで、とってもいいキーパーチーム。コーチも一緒に。いや、ほんと、強くなりましょう。一緒に。サウジもオリンピックじゃない、ワールドカップ頑張りましょう。出るよね、ここのメンバーは。ワールドカップも呼ばれる選手もいるでしょう。まあ、キーパーの子も呼ばれるかもしれないし、キャプテンのね、センターバック5番の選手、アル・タンバクチ、タンバクチかな。呼ばれるかもしれないし、MVP 取った7番のヤヒヤ君も呼ばれるかもしれないし、ワールドカップ楽しみですね。サウジ、パリには何チーム行けるんですか、アジアから。ちょっと調べよう。パリオリンピックサッカーアジア枠出るかな。パリオリンピックアジアは 3.5 枠です。アジアからは 3.5 ですね。3チームと、あとは大陸間プレーオフで勝ち上がったチームが出れたり出れなかったりするってことですね。 3.5。 ターンオーバーハンターハンター熱いでございます。熱いでございます。もっ明日ね、最終章行く前の 最新話、もっちーさんの配信も楽しみだな。いつも11時間ぐらい配信してるからね。スラムダンクも今年映画やる。あ、楽しみ。そうそう。続きなんだよね。あれとかこれとか言わん方がいい。大丈夫ですよ。考察動画見まくってるんで、ネタバレ平気だし。大丈夫ですよ。最新話のまでのことは把握してます。何が起こってるか。ワンピースは全部把握してます。ドレスローザぐらいで止まって、ドレスローザも止まりがち。わかるわかる。桜子もドレスローザ止まってた。余裕だな。余裕じゃないよ。 3.5 枠全然余裕じゃないよ、マジ。酒飲もう。いや、やっぱサウジアラビア強すぎて、もうね、アンダー21の日本代表大好きだしさ、めちゃくちゃ良かったのに、ちょっと今ちょっと自信喪失したもんな。サウジが強すぎて。世代違うねん。でもサウジはアンダー23で挑んできてるから世代違うんですけどね。イガンインは今年年下だったので若干遠慮があったと思う。2年後は王様イガンインと完全に彼を中心としたチーム作りをしてくるはずなので、今回よりも強敵だと思う。ウズベキスタンのノジャロリ君にやられた時にそう思った。強い子にはやられてしまう傾向がありそうなので、日本は。わかる、強い子にやられるよね。3枠以上あるならいけるっしょまあでもいけるっしょって思うメンタルでね、挑むのは大事ですよね。考えようによってはサウジが今回点取れなかったのは日本だけだから、守備陣は自信持っていこう。マジそれ、マジそれ。そうなんですよ。サウジと引き分けたのは日本だけなんですよ。サウジから点は取れなかったけど、サウジに点を与えなかったのも日本だけなんですよ。すごくない？だからワンチャンベストゴールキーパー賞はザイオンであっても良かった気がするそうでしょう。優勝チームからゴールを守ったんですから、我がディフェンス陣は。
サウジと分けたから実質1対1対、まあ、ウズベキスタンには負けちゃったけどね。1タイだよ。そう、1、2連で仕上げていこう。考察動画で楽しみにしてます。もしかしたら桜子はあのネタバレ平気だけど、あのコメント見てる世界の誰かが気にする人もいるかもしれないから、ちょっとあまりあまり言うのやめようか。ロリコちゃん強い子、そうだね。でロリコは本当強い子だったけど、まだ周りを生かすほどの強さ、まあ、生かそうとしてたけど、まあ、なかったから、個人子って感じだったけどね。個人の子でもあるし、孤立の子でもある感じがしたから、だからロリコが、周りを生かすプレイをするようになったりとかなったらもっと強いね。サウジと分けた、あそこでいきなりザイを呼ばれたら笑う。そうだよな、そうだよな。でもちょっと日本ちょっとかすりたかったね、なんかね。サウジのゴールキーパー22歳188センチ、いいですね。もっと大きく見えたけど188か、まあ十分大きいか。いい。ダニさんは、うん、うん、まあ前回の A 代表の試合は不運だったね。日本がカップ掲げてるとこ見たい、見たい、見れるよ、見れるよ、見たいよ、見れるよ。 E1 でカップ掲げよ。E1 優勝して勝者のマインドを手に入れるんです。日本は勝つしかない、勝たないはずがないっていう勝者のメンタルを持ちたい。挑戦者で居続けられない日本は。ザイオンの方がでかい。ザイオン190センチ台。マジ？ザイオンそんなでっかい？逆にザイオンはなんとなくキーパーの中だったらそんな高いく見えてないけどな。ザイオンの方がサイズもポテンシャルもある。いや、ザイオンは本当に素晴らしかった。海外行ったらどうしようかな。ザイオンで検索してもなんかバスケット選手出てきてもたから、ザイオン鈴木で検索したわ。ザイオン鈴木ってなんかかっこいいな。190センチでした、ザイオン。93キロ。いや、その 2センチ差が結構、ぶったまげだ。その2センチ差とかが結構ね、大きく変わるんでしょうね、ゴールキーパーは。手の長さとかもあるだろうし、手足の長さとか関係するよね、やっぱキーパーは。そんな大きいんだ。10キロ痩せたルカク。ルカクは190センチ、101キロってこと？ルカクそんなにごついん？っていうか体重そんななん？3桁
3桁台の体重3桁台のサッカー選手とか存在してんの？すごいね、それで走れんのがすごい。ルカクすごいな。はい、ということで、ではアジアカップですけれども、結果の方はサウジアラビアの優勝ということでございました。いい大会でだったね。でもなんか前編通して日本代表は本当に素晴らしい活躍だったし、対戦国も全部強かったから、経験として身になる大会で、見ててワクワクするし、いい大会だったなっていう感じ。ほぼ A 代表サウジ対アンダー21の日本でドローは優勝だよな。やっぱサウジほぼ A 代表なはずやんな。うん、日本代表は期待できるチームだったし、今後も応援し、ここが途中だから、そう、なんだったらスタートみたいなものだから、こっからパリまでの間成長していきましょう。それを見守っていきましょう。アンダー世代の試合っていうのは、ところどころできっと今後もあると思いますので楽しみですね。はい、でちょっとワンチャン決勝戦見に来てないかなみたいなところもあったんだけど、ちょっとどうやらオーストラリア戦が終わった後は即解散したんですかね日本代表は。わかんないんですけれども、まあ J リーグですぐ戻らないといけない子たちもいっぱいいたから、おそらくは、日本に帰ってきてると思うので、次の各チームのね試合とかにはお疲れ出てなかったら合流して試合出てる選手もいると思いますので、おのおののチームでの活躍を期待しましょう。応援していきましょうね。いい大会だった。熱くなったよね。韓国に勝ってケロッとしてるの見た時は絶対優勝だと思った。本当よ本当よ。なんか全然喜びをあらわにしてなかったのね。でもあれは今思うと韓国に対するリスペクトで、あえてこうなんか大きく喜ばなかったのかなっていう、まあその同じチームメイトがいる子もいたしのかな、わかんないけどね。なので、でこれでこの試合をもちましてじゃないな、昨日の試合をもちましてですけれども、代表の試合がすべて終了いたしました。なので欧州リーグはオフシーズンに、完全オフシーズンになりますので、でまあ日本にね来てる選手とかはもともと J リーグの時にお世話になってたチームに挨拶行ったりとか、イベント出たりとか、練習参加したりとかしたりしてると思うので、まあそれも楽しいですけど、で今後は J リーグの配信をしていったりとか、サッカーの試合がなくなっちゃうので酒を飲む配信をしたりとかしたいなと思ってます。あとゲームしようと思うんですけど、ゲームするときはうち申請しないといけないので、申請してそれが通ったらゲームできるっていう仕組みになってるので、ちょっと申請通るまでお待ちください。してるゲームがあります。申請してるゲームがあります。でジャンタマさんはね、申請しなくてもやっていいよって公式で出てる、ガイドライン出てるゲームなので、ジャンタマはできるので、麻雀またやっていこうかなと思います。はい、勝って天狗になるよりここで負けたことがいい経験になると信じてる。そう、
チュニジア戦の日本だよね。負けることにも意味を見出したい。インシュマージャン復活、インシュマージャンが復活するかもしれません。ゲーム配信もお楽しみに。ありがとう、楽しみにしていただけるの嬉しい。7月19日から E1、 そう、7月からはまたね E1 も始まりますし、まあ同じ時期だと思うんですけれども、欧州の練習試合も始まります。それがダゾーンさんでやってくださるそうなので、それも配信しようと思ってますので楽しみですね。7月はもうまたぼちぼち試合が始まったりするという感じですね。来月の E1 で韓国とまたやれるね。 A 代表同士でできるっていうのはなんだかんだ言ってね、韓国は試合同じ時期にやってたけど、対戦はしてないから。で、韓国の方が多分結果いいんですよ。全部日本代表はその負けちゃった試合もありますけど、チュニジア、韓国はブラジル以外には全部勝ってるんじゃないかな、6月の試合、わかんないけど。だからなんかね、韓国も調子悪くないと思うので、 E1 でどんな結果になるか楽しみですね。 PSM 放送、 PSM だっけ、そのなんか練習試合練習試合があるの。そうそう、楽しみですね。で、ネーションズリーグも終わっちゃったからね、6月分は。はい、よろしくお願いしますということでした。で、日曜日か、なので明日からね、月曜日また1週間始まります。プレシーズンマッチ、プレシーズン、そうそう、プレシーズン、わかんない、リバプールの試合だけかもしれないんだよな、リバプール TV の関連で。でもプレミアやってくれるんだったら、もしかしたらプレシーズンはプレミア関係なく各チームが別個で売り出してくれてんのかもしれないですね。うん、見れる試合を見ていきましょう。あと移籍も楽しみですからね、ちょいちょい雑談とかしながらよろしくお願いします。じゃあ明日からの1週間もちょっとね、暑くなってきたので体調を気をつけて、お変わりなくお過ごしくださいませ。コロナもまだ収まっているようで、収まってないしね、ご自愛ください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。うん、あ、そうそう、パリサンジェルマンの試合もね、見れるやつは配信しますので一緒に見ましょう。はい、ありがとうございました。では、また次回の配信でお会いしましょう。初めて来てくださった方とか、まだチャンネル登録してない方は、よかったら気が向いたらでいいですけども、チャンネル登録、高評価もろもろよろしくお願いします。ツイッターのフォローもお待ちしております。ありがとうございます。あ、実況褒めていただいてありがとうございます。嬉しいです、ありがとうはい、じゃあまた次回の配信でお会いしましょう。お相手はサッカー大好きです姉さんこと大丸さくら子でした。おやすみなさーい、またねー。Thank you.